どうもよろしくお願いしますはい、ありがとうございます佐藤拓先生の講義ではそもそもデザインって何だろうという授業名でそもそもデザインとは何か身近なデザインを例にとってお話いただきますそれではさっ早速先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうもどうも あの今日は、えー、第1回目ですかねこの学校の,あの責任重大なんですけれども <laughs>、えー、1時間あのちょっとお話をさせていただきたいと思いますがあのー、そうですねあのデザインそもそもまあデザインって何だろうっていうことですね、あのーまあ、デザインとは何かっていうのはですねやっぱりデザインをやってるデザインに関わってる あのものとしてもまあずっとこうやっぱり考えてきてるも課題ですねあのーえー、まあそれで長いこといろんな仕事をしてきてまあ今思うあのデザインってまあこういうことなんじゃないだろうかっていう話をあのー、できたらなと思いますであのー、まあまずですね、えー、今日時間がね1時間しかないのでどんどん行きたいと思うんですけどもあのー、まず身近なもの のデザインの話から入りたいと思います。で、実際のあの自分が関わってるあのデザインですね、えー、の話から、えー、行きたいと思いますけども、あのこれ明治の美味しい牛乳ですね。うん、えっともう、えー、発売されて20年、えー、に20年以上ですねになります。で、えー、大きくデザインは変更してないんですけれども、あのー。 例えばこの「おいしい牛乳」のデザインって何だろうって言った時にえと私があの依頼を受けたデザインはこの表面のグラフィックデザインなんですね。であの上にあの青い色がついていて「おいしい牛乳」っていう名前が正面に真ん中にえ日本は「縦組」っていう文字の文化がありますから縦の形に縦に「おいしい牛乳」っていうのを入れて。 で美味しいし牛乳の文字の後ろ側によく見るとおコップに牛乳を注いでいる写真が薄く入ってるっていう、まあ、こういうあのグラフィックデザインですね、えー、表面のパッケージデザインって言うんですけれどもパッケージデザインの中でも、えー、そのグラフィックの部分を、えー、自分は、えー、依頼を受けました。であの今はあのこのスクリューーキャッップっていうあのパッケージに 変わりましたけども、20年前は、えー、皆さんご存知のあの牛乳パックってかあの出口のところ牛乳が出るところを手でバリッと割ってで注ぎ口をこう出して注ぐっていうそういうあのパックだったんですね。それであの明治、えーえー、としてはあのまあ新しい そのテクノロジーといいますか技術によって、えーまあ、牛乳ができそうだとでデザインを、まあ、考えたいということで、えー、相談を受けたんですけれども、えー、とそういう時にはあのまずグラフィックにおいてはあの中身について、えー、話をしてくれます、まあ、オリエンテーションっていうふうに言うんですね。まず説明を受ける う時は、えー、オリエンンテーションって言いますそれからこちらからデザインをあの提案する時はプレゼンテーションっていうような言い方をしますけれどもそのオリエンテーションの時に、まあ、この牛乳の中身の話を、えー、と丁寧に、まあ、やっぱりしてくれます。でそれをお聞きするわけですね。でそうするとこの牛乳はナチュラルテイスト製法っていうのがこのパ牛乳パックの下に赤い帯で名前がついてます。あのもしあの ご家庭の冷蔵庫にあったら帰って改めてちょっと見てみていただきたいんですけれども、このナチュラルテイスト製法っていうのはそれまでの牛乳には使われていない製法なんですね。あの牛乳っていうのは、えー、その、えー、殺菌をする工程があるんですね。えー、牛の乳をそのままお届けすると牛のな乳,乳の えー、中にはですねあの菌が入ってたりしますからお腹を壊しちゃったりとかする場合があるので熱をを加えて殺菌をすするる工程があるんですねでその殺菌をする工程の手前で、えー、牛乳の中に入ってしまった酸素をできるだけ取り除くっていう、えー、そういう,こう技術が、えーまあ、牛乳において初めて、えーとえー、と使用されるっていうことを聞きました。 でそれは、えー、何よりもあの酸素っていうのはいいろいろなものを酸化させますよね、えー、鉄も錆びるわけですねで酸素っていうのは実は猛毒なわけで、えー、その我々の体っていうのはその酸素をエネルギーにこう変えるうすごいハイテクな、えー、ものが体に、えー、あるわけで。 ですけれどどどもも一般的にはは酸酸素いののんんんろなを酸化させる食べ物も酸化させる美味しいしももののをまずくするものでする、ね、でね牛から絞り出されて酸素に触れて牛乳の中に入ってしまった酸素をできるだけ取り除いてから殺菌をすると、えー、絞りたての牛乳の味に近づくんじゃないだろうかっていう、まあ、その研究をされていてやっとそれがあの市販の牛乳にその技術が使えることになってそれでそういう話を受けました。 でつまりあの牛乳が搾りたての味に近い、えー、近づく、えー、いわゆるそのままの味搾、えー、りたての牛乳のそのままの味をできるだけ、えー、多くの方に味わっていただきたいっていう技術者の方の思いがえっ、ー、とその、えーとえー、製法につながったわけですね。でつまりあの えと牛乳の、まあ、パッケージデザインっていうのは中身を外側に表現することなので、まあ、牛乳っていうのはね、えー、と白い液体にしか見えないし紙のパックに入っちゃうと中身見えませんから見えないものを外側で伝えなきゃいけないっていう、まあ、そういうあの使命がパッケージデザインですよね。ですから中身が、まあ、そのままあというキーワード、えー、そのままの味そのままの牛乳っていうキーワードが、えー、あるので。 私はあのキーワードは非常に重要だと思ってるんですけどだからパッケージデザインもそのままいわゆるいかにもデザインしてるっていうんではなくて、えー、できるだけデザインしてないようなデザインっていうのをいろいろ探ったわけですね。でいっぱい、えー、作りました、えーと。いかにもデザインしたものも作っていろいろいっぱいあのデザインを作って、えー、プレゼンテーションもしたんですね見ていただいたんですね。で えー、そ,それでまあ、えー、と明治の方とおいろいろディスカッションを繰り返しますでいろんなご意見もいただきますでまた調整したりとかします、まあ、そうやって、えー、最終的にこういうようなものになってったんですけど、まあ、そもそも、えー、と私はあの一生活者でもあるわけですね皆さんと同じように。でデザイナーで一生活者として牛乳がどうあってほしいかっていう。 それはとても重要なことで、えー、その、えー、デザインをする前に、まず牛乳ってどういうものであってほしいかなっていうのを一生活者として思ったときに、普通であってほしいなという思いもありました。えっ、ー、と牛乳が特別なものであってほしいですか、皆さん。えー、冷蔵庫開けたときにですね、なんかやたらとビカ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 目立つ <laughs> 牛乳であってほしいかどうか。 えー、そうするとやっぱり牛乳は牛乳以下であってもらっても困るけれども牛乳以上である必要もない、えー、牛乳として、まあ、ちょうどいい、えー、その普通のデザインであ,、えー、あってほしいという生活者の思いとその中身がそのままっていうものっていうねあの、えー、キーワードがあってだからデザインもできるだけあまりこうデザインしてないような感じもう必要最低限の必要最低限のデザイン、えー、を という考え方が非常にここであのすごくあの、えー、と一つ課題があって、えー、今日この話で1時間終わるわけにはいかないので <laughs>、えー、この話で1時間全然できちゃうんですけどもあの肝心なとこだけ話しますけどもこういうあの、えー、とコンビニエンスストアスーパーマーケットなんかで例えば売られるようなものっていうのは店頭で目立たなければいけないんですね。で、えー、まあ目立たないと売れないじゃないかと。 でえー、その目,だ目立たないものは、えー、そのよくないっていうふうに、まあ、言われますでこれで本当に目立つんですかっていう、まあ、話は当然出るわけですね。で,でも、えー、さっき、えー、申し上げたように生活一生活者であ,ある場合は普通であってほしい、えー、家に置いてある時にそんな目立つものであってほしくない。だから えー、売り場を考えたときには目立つものであってほしいだけど生活の中に入ったりそれからこの牛乳の場合には中身の中身の,中身のそれらしさを表現するときに普通だったりそのままデザインをできるだけしてないものであるべきだっていう考え方が相反するものなわけですねたやや目立つや目立立つなくていいじゃあそれをどうやって、えー、一つにするのかっていう大きな課題があったりするんですね。で私は考えました、えー でディスカッションしたんですけども、えっ、ー、とだいたいあのコンビニとかスーパーマーケットに行くとですね、全ての商品が目立つデザインが基本的にはされています。えー、つまり、えー、人間でいうと大声を出しているみたいなもんなんですね。私を見てもうすての商品,商品がですね、私を見て私を買ってください、えー、というふうにまあ、大声を出しているみたいなものなんですね。で、えー、そのみんなが大声を出しているときにどういう 目立つ方法っていうのは二つしかないんですね。で、それは一つはもっと大声を出す、圧倒的に大きな声を出す。でもう一つは静かにするっていうことですね。えー、みんなが大声を出しているときに静かな人がいると目立ちます。つまり目立つっていうのはどういうことかっていうことなんですね。で、それは単体で目立つも目立たないもない。えー、相対的なものなんですね。周りとの関係なんですね。 だからそういう話を、えー、とクライアントの方々とディスカッションをしましたじゃあ目立つってどういうことなんだろうとでそんなことを、えーまあ、やり取りしながらねこのデザインに決まっていったんですねでそれがまずグラフィックの話です,でですけれども私がグラフィックデザインをこれ施す前にこの紙パックっていうものがあるわけですね。でこれはもう紙パックの、えー、作るメーカーがあります。 えー、非常に大手のメーカーがあって、特殊な技術を持っていたりするわけですね。で、この紙パックもデザインです。えー、私はデザインしていません。それは。えー、例えばこのスクリューキャップをね、えー、がついてますね。で、これが紙のパックと一体になってます。で、しかもですね、あの、えー、かつての、えー、指で二つに割って、えー、注ぎ口を手前に引っ張り出して注ぐ牛乳パックの時は。 牛乳がが入っってる時に上に上空間があったんですね少し昔チャポチャポチャポって振るとチャポチャポチャポってしましたでそこには、まあ、酸素も入ってるわけですねでそうすると時間が経つと、まあ、酸化してきますねで実は今のこの牛乳パックはですねこのこのおいしい牛乳の牛乳パックは上に全く空間が入っていません、えー、牛から、えー、牛乳が絞り出されて酸素に触れずにできほとんど触れずにまあ えとステンレスのパイプを通ってでで殺菌工程ずーっと酸素に触れないんですねそれで、えー、牛乳パックに詰め込まれてキャップされるまで酸素に触れずにしかも上に全く空間を作らずにキャップをするっていうものすごいあのテクノロジーによってこの当たり前の牛乳パックっていうものが実はできてます。でそこは私は私デザインしていませんでも 牛乳のデザインっていうのはグラフィックデザインだけではなくて、この牛乳のパックのデザインも含めてもちろんデザインですよね。で、そういうことっていうのは普段あんまり語られないわけです。でもすごく重要なデザインですね。この牛乳のパックなんていうのはサイズがですね、冷蔵庫の蓋の奥行きも計算しているわけですね。冷蔵庫の蓋の寸法との関係でどのぐらいの幅で作るべきなのかとかっていうこともまあ。 考えられてるわけですねですからこの牛乳,パック牛乳のデザインっていうのはその私だけがデザインしてるわけではなくてそういう牛乳パックだったりとか、えー、を作るメーカーも関わってるし、えー、もっと広く言えば、えー、これを、えー、と流通させている届ける、えー、システムですね、えー、いわゆる、えー、これが、えー、と流通に乗っかってですね、えー、コンビニとかスーパーマーケットにまた届いてったりする。 その流通のシステムすらもまあデザインとまあ言えたりしますね。えー、ではあの、えー、と色々と今日はお話いきますけれども、このキシリトールの、えー、ガムですね。は、えー、ですね、25年間もう、えー、経ちます。あのー、ほぼおデザインをまあえっ、ー、と変えてないような状態で25年経つんですけれども、キシリトールっていう成分はですね。 あのー、虫歯を防ぐ甘味料ですね、えー、まあ、えー、それまでは砂糖を使っていましたチューインガムは。で、えー、砂糖が口の中で長いこと、えー、そのあるわけですから虫歯になる、えー、とチューインガムっていうのは虫歯になるものですっていうふうに言われてたわけですね。でそれが、あのーえー、このキシリトールっていうのは、まあ、白樺の樹液とかから、まあ、取れるんですけども。 あのえー、その、えー、虫歯になりやすい、えー、とチューインガムが虫歯にならないその歯の健康を保つためのチューインガムになるっていうことはですねチューインガムの概念が変わるっていうことなんですね。でこのチューインガムの,あの依頼を、えー、受けた、えー、時にですね私はデンタルっていうコンセプトが頭に浮かびました。えー、とつまり えー、そのチューインガムが大きくイメージを変えるわけですから、チューインガムらしいデザインではいけないということです。中身が画期的っていうことですね。で、中身が画期的なものは、えっ、ー、とパッケージデザインも画期的でいいわけです。中身が画期的でもないものが外側だけ画期的なものにしようと思うと、それは、えー、表層だけを作っていることになるので、えー、まあすぐにバレてしまいますね。 でもこのキシリトールのガムはもうあの今までになかったそれまでになかったチューインガムですからデザインもやっぱりそれ,それまでにない考え方でないといけないっていうふうに思ったわけですね。というふうに思ったわけですね。それでデンタルっていう考え方いわゆる歯にいいそうすると歯,の健康歯,に歯を健康に保つためにはデンタルっていう言葉がありますね。歯医者さんとか歯ブラシとか歯磨き粉とかっていうそういうような考え方で もうこのデザインをしてはどうだろうかっていうふうに発想しましたそれでいかにもデザインあのチューインガムらしいデザインも作ったんですけれどもやはりこの新しい考え方のデザインをロッテさんが選択してくれましたですから文字もデンタルっていうデンタルらしい文字それからマークをつけようと思いました。あのえー、と チューインガムだけではなくていろいいろろなタブレットとかですねんなあのタイプのものが同時に出るってことが分かってましたから離れたところに置かれると離れたところに置いてあってもパッと見て分かるためにはマークがあった方がいいんじゃないかっていうことですね。それで、えっ、ー、とでマークをつけようと思ったんですねじゃあマークを作るる時にデンタルっていう考え方でマークをつけるっていうことですね。 全てそのデンタルっていう考え方それからこの緑,緑色がですね実は少し光っていますでこの,光っ,てるのが光ってるのはですねまず色としては緑がいいんじゃないかでそれはまあ環境を表現するとかそれから白樺の樹液から取れたりする素,素材なものですから素直にやっぱり緑がいいんじゃないかでも緑っていうのは実は色の中ではおとなしい色ですね。 でつまりさっ,き、まあ、さっき申し上げたようにコンビニとかスーパーに置いてあった時にそれこそチューインガムが目立たないものであったら目に入らない小っちゃいものですから小さいものですから,のですからでその時にあ困ったなと緑ではちょっと目立たなすぎると思った時にこの、えー、と一番外側の紙を、えー、よく見て、えー、紙の素材を見てみるとですね、えー、とこの一番チューインガムの、えー、外側に使われている紙というのは3つの層でできて。 えー、いたんですねで一番外側が透明のフィルムの層です。で真ん中がアルミ箔の層で一番下が紙の層です。で全部全てその3つの3つの層でできた紙なんですね。これ普通の紙に見えるんですけども実は普通の紙ではない,ないわけです。でそこにはちゃんと理,理屈があって一番外側の透明なフィルムっていうのは、えー、グラフィックを守る守るためにフィルムがついてます。でアルミ箔いうのは実は実 えー、中身の香りを外側にできるだけ逃がさないそれから湿気から防ぐ湿気からその中身を防ぐためっていうアルミ箔っていうのはそれなりの働きがあるわけです。でアルミ箔っていうのは非常に弱いものなので下から紙を添えて、えー、当てて当がってるわけですねでその3つの層でできてるっていうことが分かったので、えー、透明のグリーンをそのフィ透明のフィルムの裏側にすれば下のアルミ箔の光が、えー と掛け合わされて光るっていうことが分かったわけですよねわかりますかですから光らせたいというよりもその紙自体にアルミ箔が使われてたのでそのアルミ箔が持ってる光を利用すれば緑が光るで緑の色相としては緑っていうのはおとなしい色だけれども光らせることによってその印象が強くなるっていうことがまあ見つかったわけですねでそれでこんなようなデザインになったわけですで。 えちなみにあのこの、えー、あちゃんと止まりますねが <laughs> 画像がですねはいあのこのマークですねあのち,ちなみにこのマークについてお話しすると、えー、よくコンビニエンスストアとかで箱に入ってますねでそうすると横に並んでますで駅の売店とかでよく売られる時に駅の売店というのは場所がないので縦に差し込まれるわけですね。 皆さんご存知かもしれないですけど、狭いところに縦に差し込まれて上しか見えないっていうことがあります。で、そういう売り場のことも考えると、このマークは45度傾けても同じものに見えるっていうものであるべきだっていうことですね。わかりますか。箱に入っているときは横向き、駅の売店では縦に差し込まれるで上しか見えない。で、その時に同じものが見えてあ、あれだってわかる。で、この、えー、そのマークの えー、モチーフは奥歯です歯ですで、えー、これは歯ってわかりません一瞬わからないと思います一見わからないと思いますでわかんなくていいと思いました、えー、ここに歯,歯医者さんについているのは奥歯のですね横のシルエットがついてたら皆さんそのチューインガムを買いたくなりますか、えー、やっぱりちょっとおい、えー、しいね、えー、ガムを買いたいときにですね、えー、その奥歯がいかにもあのわかるような マークにする一、まあ、回それもデザインしてみたんですけれどもあそうか上から見れば、えー、90度傾けても同じ形にもなるし、えー、そのこれが奥歯であるっていうことはストーリーとして物語として裏に、えー、潜めておこうとでこれを知った人が場合によっては、えー、人に伝えてくれるかもしれないよくあのデザインにおいて、えー、そのストーリーをです、ね、物語を作るっていうことは大切にしています。でその物語を知ることによって記憶が えー、その強く記憶に残る、えー、しかも、えー、それがもし面白ければ、えー、必ず人に伝えてくれるそこで会話が生まれるっていうことですね、まあ、そんなことも考えました。で,、えーとえー、でさっきあの牛乳と同じようにこの紙を作ってる会社もあれば、えー、と粒を包むち小さな紙を包むあ小さな粒を包むまた小さな紙を作ってる会社もあればねそのいろんないろんなその その、えー、お仕事をしている人たちも参加しながら私はグラフィックの部分だけをやってるってことですねでこれはですね、えー、と空の森沖縄の八重瀬町っていうところにあります,、えー、も,うすもうちょっとで、まあ、10周年迎えるんですけどもあの生殖医療、えー、不妊治療を主に、えー、行う、えー、クリニックの、えー、トータルの えー、プロデデュースディレクションですねトータルのディレクション全体のディレクション、えー、をあのいたしました空の森っていう名前にしたんですねで、まあ、こういうような、えー、と敷地がまず決まっていて他は何も決まっていないっていう段階で、えー、その不妊治療をされているクリニックが、えー、ともう少し規模を大きくして、えー、これからの世の中の、えー、不妊治療のために、えー、い,い,いい環境を用意したいっていう思いで土地を確保して。 その段階で,でお声掛けいただいて、えー、じゃあ建築をどういう建築にするかもうすべてトータルに、えー、考えるという,、えー、もうそれもトータルデザインと言えますねでそういうあのお話をいただいてこんなような、えー、施設になりました、えー、建築は手塚さんですね手塚建築設計事務所の、えー、手塚高原さん手塚由井さんというお二人で、えー、が中心になってされている建築事務所ですけれども手塚さんに ご相談して、まあ、こういう建築にしたんですけれども、なぜこういう場所にしたかって言いますと、えっ、ー、と子供ができなくて悩んでいらっしゃる女性というのは、えっ、ー、とかなりほとんどの場合ストレスを抱えています。で、あのこやっぱりあのとてもやっぱこれは女性ではないと本当の意味では私はわからない部分がありますけれども、でもそれはあのやっぱりよくお話を聞くと、えー、やっぱり子供がで,できることを期待されたりします、家族とか親戚とか。 でそうすると非常にこうストレスを抱えるわけですね。でそのストレスがまた良くない状態に、えー、至っていく。でそのストレスを取っただけで、えー、その、えーえー、お子さんができるっていう確率が上がるっていうことはもう実証されているってことも報告を受けました。えー、数字に出ています。でそれであのいろいろ考えました。で、えー、まずあの気持ちを安ら,安らかにいっていますが、えー、その えー、ゆったりとした気持ちになれる場所、えー、ということで、えー、こういうその、えーまあ、一見リゾートのようなですね非常にこう、えーそのえー、いわゆる病院病院したものではなくて、えー、もうま,まるで、えー、その宿泊施設、えー、心地よい宿泊施設のようなこういう環境をおおその手塚さんと相談しながら作っていったわけです。 で空の森っていうコンセプト、まあ、これコンセプトが名前になっているとも言えるんですけど空っていうのは、えー、空ですね空空ですねで空っていうのは空っぽの空ですねで、えー、そのストレスを抱えた、えー、辛い気持ちを空っぽにする森っていうそういう考え方ですねでそれで空の森っていう名前にしましたで空の森って空には森はないんですけれども その空の森って言われたときに、え、なんでそそういう名前なんだろうっていういところに意識がちょっと行きますね。で、そこでそんなことでも少しでもあの辛い気持ちが楽になるっていうふうに、えー、考えてですね。で、そのこのクリニックを中心に、えー、私はあのこれ沖縄の南の本島の南の方の野菜畑っていう場所なんですけれども、えー、もっと沖縄にはあの森が増えていってはどうだろうか。予想予想 予想ではもう少しこう森が豊かにあると思っていたんですけれどもあの私の印象では森が少なくて、まあ、これをきっかけにあの森が増えていくっていうでそれを当時の院長先生と相談しながら、えーえー、その考え方を共有してですねそれで、えー、こういう、まあ、建築空間から、えー、その内装だったりいろいろ考え ご一緒しながら作っているわけです屋上だったりとかですねでこれはあの、えーとえー、お酒造り沖縄のですね、えーえー、と焼酎がありますけれども酒造りの、えー、蔵にもう使わなくなった壺が結構いっぱい見つけてですねそれをいただいてきてそれに数字を書いて部屋番号をつけてそれでサインにしてはどうだろうかとかですね えー、その沖,沖縄のういろいろなこういうですねあのサインを考えたりとかそれからこういう館内のサインなんかは、まあ、年配の方はいらっしゃらないとこです基本的にはねですから文字なんかもそんなに大きくする必要は、えー、なかったりあのしますね。でこういうと当然ですけれどもこういうサインは、えー、することになります。 で中にはアートをー入れたんですね。これ黒塚直子さんっていうあのアーティストの方に絵を描いていただいて原画が、えー、飾ってあります。こういうような空間ですね。あのちょっとお待ちいただく空間だったりとか、非常にこうリラックスできる、えー、こういう空間にあのしているわけです。でこういうアメニティアメニティ関係のどういうものにするかとかですね。できるだけ沖縄ので、えー、ものづくり、えー、を こういかで、こういうもちろん治療する場所はもう完全に無菌状態の一番最先端のその危機器を備えて当然ですけれどもいるわけです。でこういう絵本も作りました。で空の森なので雲の上に木が立っているとこれを黒塚直子さんにこういうシンボルを作っていただいてこれをここの施設のシンボルにしてたりするわけですね。でこれが まあ絵本になってえこれは実際にあのあの本屋さんでもえと売られましたえ中には物語があってえ本屋さんでこの空の森のクリニックのことを知っていただくっていうまあそういうようないわゆるまあ広告宣伝でこう伝えるようなところではないのでえこういうその伝え方ということもあるんじゃないだろうかじゃあ絵本を作ろうというふうに思ってですねえ作ったりとかこうやっていろいろ黒塚さんに絵を描いていただいて、え。ー それからこれはあのそこで働く働く皆さんですねいろんな方に働く働く方にこの施設の考え方とかをですね、えー、とよく理解していただくためのコンセプトブックっていう言い方をしたんですけどもこういうコンセプトブックも、えー、と作って、えー、と働,く方働く方々に1冊ずつ丁寧にお渡しをするとかですねこういうツールを作ろうっていうことも、まあ、ご提案してまああの、 実現させていくわけですねこんなここともデザインだったりすするわけで,すでこういう当然封筒だったりとかねはがきだったりとかいろんなものが当然ありますね。それから、えー、とこの絵から絵からですねこの庭にその黒塚さんが作った絵をですね実際の立体物にしてで沖縄のアーティストの方にご参加いただいてこういう森の中にこの物語の中で出てくる 立体物がですね、こうやって自然と一体になって、えー、その庭を作って、えー、いたりします。で、もちろん庭庭師の方、庭を作るランドスケープを作る庭のランドスケープを作る方にもご参加いただいたりとか、多くの人と一緒に当然進めるわけですね。で、焼き物沖縄はやっぱ陶磁器、またあの素晴らしい陶磁器ありますから、陶磁器作家の方にオリジナルでまた 器を作っていただいたりとかいろいろな地元の文化とまたこのプロジェクトがつながっていくようなそういうような、えー、それからスイーツまで作ってしまいました枯、えー、れ,れ草をあそこの草をですね枯れ草をこう踏んだ時にですねサクサクサクっていうきれいな音が出るっていうことでその感覚を味わえる <laughs> スイーツはあってもいいんじゃないかあのこの中にカフ,ェカフェスペースがあるんですねカフェスペースが。 でですすからそこにあるス,スイーツもですね、やっぱりオリジナルで、えー、作りたいって言いましたらばあの当時の,あの院長先生の親戚の方が洋食屋さんあ洋菓子屋さんですねをやってるっていうことが分かってあ是非作りましょうと、まあ、そんなようなことをですねしたりとかですね当然あの働く方のユニフォーム えー、いろんな受付だったりとか実際に治療にあたる方だったりとかいろんな人たちのユニフォームが必要ですから、えー、その動きやすさとか、えー、とどういうユニフォームであるべきなのかっていうのを今度ユニフォーム屋さんと、えー、そ,のそれぞれのお仕事の場の人とつなぎながらミーティングをしながら、えー、ユニフォームもいろんなタイプを、まあ、作っているわけですね。でこれやってシンポジウムも開きました。えー、と沖縄ででももシンポジウム開いて東京でも えーえー、アクシスですね六本木のアクシスで、えー、とシンポジウムを開いて医療とデザインっていうまあ、えー、その医療においてデザインというのがこれからとても重要なんじゃないかということも含めてですね、まあ、建築の話それからいろんな話をですね、えー、その議論をする場場を作って作ったりとかしました。で、まあ、ここまでちょっと具体的な、えー、といろいろな、まあ、いろいろなデザインにちょっと関わっているものですから。 あの商品だけではなくてですねまああのこういうようなあの医療関係の全体のデザインに関わったりするのでちょっとだけ今見ていただいたんですけどもつまりですねあの今までのデザインの概念っていうのはどちらかっていうとこのようにその分野デザインの分野があるかのようにその認識されていたと思います。これはですねえと日本受信分類法っていう分類類法法というがあって えと国会図書館などに行くと,、えー、と本の整理っていうのは、えー、日本受信部類法に基づいて本が並んでいます政治とかですね経済とかですね医療とかですねでその中で、えー、その、えー、デザインっていうものがどこに入ってるのかどこの枠に入ってるのかって探してみるとですね最近はそれが改良されたの,のかどうかはちょっとチェックしてないんですけれどもつまり およそ100年前にデザインという概念が西洋から入ってきたときにデザインをどここに分分類すするのかとというう多分ことになったと思うんですねでその時にやっぱりデザインというのもやっぱり描いたりとかすることと密接につながっているので、まあ、芸術の中に放り込まれたわけですね。ですから小学校の時から本屋さんあ図書室に行くと,、えー、と美術の本の脇におまけのようにデザインの本が置いてある。 そ本屋さんに行くと大体美術のアートの,本,の本棚の横にデザインのレ,ンレ,リレタリングとかですねデザインの本が置いてある、えっと、そういう状況になりますそうすると多くの人が「あデザインっていうのは何か芸術の隣にあるものなんだ芸術的なものなんだ」っていうふうな概念が刷り込まれます。ですからあの、まあ、当然ですけれどもこういうような概念にえまあ やっっぱりなってきたわけですねだから逆に言うとあのデザインなんて別に必要ないみたいな会話が、えー、まあ起きてしまうようなことが起きて、まあ、実際にはあるわけですね。ところがやっぱりこれからのデザインの概念というのはこういうことなんじゃないかっていうのがいろんな仕事をしてきた私が思うことです。て、えー、てのての物事は必ず間ににデザインがあって人のためになる まあ下が人の営みで,す、ね、でもう政治だろうが経済だろうが医療だろうが、えー、もう福祉だろうが教育だろうが、えー、ありとあらゆるものというものには必ずデザインが必要で人の役に立つときにはデザインを経なければ役に立たない。ただだこう思わわれててなないだけけでで実際にはなってるわけですよところが今までのこの概念がもうすり込まれているのでなかなか変わらないっていう。 えまあ最近はあのデザイン経営とかですねあの企業の経営にやっぱりデザインがすごく重要だなんていうことも言われ始めています。で、まあ、例えば医療なんかね、えー、コロナコロナ禍になってじゃあこれからの医療の現場の人の流れ、えー、その病院の中での配置だったり人の流れだったりインターフェースだったり、えー、とそういうものをどうするかっていうのはもうまさにデザインですよね。ですから デザインの概念っていうのはやっぱりこれからはこう、えー、あるべきだっていうことで、芸術ですら、えー、デザインが全く、えー、その、えー、関わりのない芸術っていうのはどこにあるのかっていうふうに思います。えー、建築もある意味では大きなデザインという概念は建築も含むもっともっと大きな概念だと私は思っていますので、あのやっぱり照明もデザインですよね。で部屋も結局デザインですから、どこにどう置くか、どう見せるか。 っていうのは当然デザインですししかもものを作るときにはいろんな素材を使います絵の具っていうのはえとデザインされててでできているものですねやっぱり色が作られているわけですで安定供給されているから色を選べるわけでそれっていうのはまあデザイン管理がきちっとされているから絵の具一つえあるわけですねで筆ももちろんいろんなデザインがありますねですからデザインと関わりのない物事は何一つない。つまり えー、そうやって考えるとですねデザインっていうのは間を適切につなぐことなんじゃないかって私は思うようにな,なりました、えー、間を適切につなぐっていうことですね、えー、端っこではなくて何かと何かの間を適切につなぐ、えー、牛乳であれば白い液体があります牛が作っていただいた作ってくれた乳、えー、がミルクがありますでそれと多くの人たちをつなぐ間にさまざまなデザインがありますし、えー まあ中銀がもうそうですね。えー、それから例えば NHK の日本語で遊ぼうっていう番組ももう二十何年も二十年ですかえっ、ー、と一緒にやってますけども素晴らしい日本語があります。それを多くの子どもたちに伝えるときにテレビっていうメディアで何ができるのかっていう素晴らしい日本語が世の中にいっぱい眠ってるわけですね。それと子どもたちをつなぐ間で番組というのは繋いでるわけですね。でつなぐときにどうつなぐつなぐといいのかで間をっていうのが え人と人の間だったりとか人と物の間だったりとか人と事の間だったりとかえ今と未来の間だったり人口と自然の間だったりさまざまなさまざまな間ですね。で「適切に」っていうのがまあ心地よく心地よくだったりとかで興味を抱くように例えば広告っていうのはやっぱり何らかの形で広告宣伝っていうのはその伝えるものに対して興味を持ってもらうためにあるもんなんで。 えその例えば興味を抱くようにとかそれから安心してとかね今はねいろいろな意味で安心してえつなぐそれから安全にとかそれから環境に配慮ですねこれはもうこれから避けて通れないえ環境に配慮しながらつなぐっていうですからデザインというのは間を適切に結局つなぐことがまあで,ではないだろうかってえ思,う思っています。 えー、で,、えーでえー、これは2001年にから始めているあの自分の,、えー、そのライフワークのようにやってるプロジェクトなんですけれどもこの「デザインの解剖」っていうプロジェクトがありまして、えー、とこれはあの、まえー、松屋銀座の,です、ね、あのデザインギャラリーがあるんですけどもそこで、えー、2001年にですね、えー、と自分がデザインに関わったものがですねどういうデザインでできているのかっていうのを外側から中に向かって解剖してみようと。 私はグラフィックしかやってませんからもうパッケー紙,紙がどういう紙が使われてるのかとかですね紙の面積がどのぐらいなのか紙の面積が1ミリ多くなっただけで1年間どれだけの紙,紙が無駄になるのかっていうのを計算して出したんですよ。でそういうこととか。でつまり、まあ、なんで解剖かっていうと外側から解剖したんですね。外側っていうのののは皆さんん結構ご存知のものなんで このマークはどうしてなのかこのかこ文字はなんでこの文字なのかこの色は何でこの色なのかなんで光ってるのかそこは私が語れるのでだけどその中に入っていくと粒の形とか粒の色とか大きさとか個数とかそれ全部デザインじゃないですか。でそれをロッテさんの、えー、研究所の方々にお会いしながらいろいろインタビューして調査してでそれを、まあ、こガムとは何かっていうのを世の中にこうし少しでも なんかまたこれももデザインですよねここの伝え方もこういうまあデザインによってその身近なものがどういうデザインでこうできてるのかっていうのを少し知ってもらってもいいんじゃないかと思ってえまあこういうまあ大量生産品を使いました。大量生産品っていうのは多くの人が知ってるので、えー、と多くの人が知ってるものをえーまあテーマにしてそれをやってみようかなと。でたまたま自分がこれ関わったのでこれをテーマにしてまあやったりとかしました。こうやって えー、粒の断面とかです、ね、粒の形とかですねもう香りがどうつ,くりついてるかとかですねもう徹底的にこう伝えてみることをまあやってみたわけです。これも非常にこう実験的に最初は始めたんですけどももう粒もねこう何度も何度も塗,り塗っては乾かし塗っては乾かしを繰り返して何十回も繰り返してあの粒が出来上がってるんですね実は。 で、こういうパッケージの素材とかですね。こういうのを普段見,え見ないような素材をご覧いただいたりとかして、あと食べてる途中の姿をアルミに封じ込めてですね。途中の姿もデザインですよね。夜、普通、あのゴミになってポイッと捨てちゃうと、まあ、あとは知りませんっていう。今までは世の中ですけど、もうそう、そうはそうではいけない時代に入って、夜食べてる。この途中の姿っていうのは、実はそのその後のデザインの姿なので、それを改めて。 こう見ていいただくっていうようなこととううよなこかで「すねで美味しい牛乳」も先ほど言ったようにこれも徹底的に、えー、と解剖しました牛はいろんなご飯を餌を食べますねご飯食べますね。で何を食べてるのか、えーえー、というでそれによってじゃあ糞が出ます。で糞の処理っていうのは非常、えー、にあの、えー、来年あのそこの2121デザインサイトで、えー、ゴミうんち店っていうのをやりますので、えー、ぜひこう、えー、ご期待なんですが。 えー、あのこれからはねそのやっぱりあのゴミの問題とかねそれから、えー、とこういう糞糞、えーえー、をですねどういうふうに肥料,あの肥料にしたりとかですねどう生かすかみたいなのは非常に重要で実は牛乳を我々が、えー、ある程度の値段で手に入れていつもおいしくいただける背景には、えー、そうやって牛を育てる酪農業があって今酪農が大変な状態になっています。ですからおいしい牛乳っていうのは安くないんです実は。 で牛乳を適正な価格で売りたいっていう希望も最初に頂い,いてますですからおいしい牛乳は実は高いと思ってるかもしれないんですけどもあれが適正な価格だと思っていただいた方がいいと思います酪農業を支えるためにはやっぱりねあの大変な牛はやっぱり休みがないので、えー、人間は休みますけど牛には休みがないのでその酪農業を支えるためにはね大変なでそういうこととこういう牛乳とはつながっているわけですね身近なものがね。でこうやって いろいろな展示をして、させてもらいました。で、牛乳、なんで白いのか、で、こういう活動が。そこのトゥーワン、トゥーワンデザインサイトの、まあ、活動につながって。きました。で、このトゥーワン、トゥーワンデザインサイトは、まあ、三宅一生さん、あの。に、あの、声掛けいただいて、まあ、深澤直人さん。それから、アソシエイトディレクターである、川上則子さん、あと、トゥーワン、トゥーワンのスタッフで。 長年年かけてて、えー、にスタートしてますねこのミッドタウンができた時に2121もスタートしたんですけどもそこでどういう展覧会を、まあ、するべきなのかっていう、まあ、デザインを、えー、ある意味では、えー、今日のようなんですねデザインって何なんだろうっていうのをちょっとこう考えていただく、えー、きっかけを作ったりとかですねこれからのデザインの可能性を探っていくような、えー、と場所にしようということで生まれました。まあ、2121っていうのは2020っていうのは2.02.0でパーフェクトサイト。 視力でよく使われますね2121っていうのはさらに先をデザインの視点で見てみようだからデザインサイトって SIGHT ですねデザインサイトデザインの視点でさらに先を見るっていう思いを込めてこのマークにしました、まあ、これもまあデザインしてるんですけどもこれは重症,重症表記のようなプレートのようなこれは場であるっていうことを伝えるためにこういう重症表記のようなプレートにしたりとかしてますね。でその斜め下にあります でえー、と時間がねなかなかタイトになってきましたけれども、えー、最初に私が行った展覧会は水をテーマにした展覧会ですね2007年に行ったんですけれども水っていうのはすごく身近にあるものなんですけれども実は知っていうでいまだにあの水,の、えー、水の持ってる、えー、性質っていうのは、えー、とわからないことが多いそうです。えー 簡単に言ってもですね、えー、水は液体が固体になると浮力が軽くなるんですね。で、普通の物質っていうのは固体になると浮力が重くなって沈みます。で、水っていうのは特殊な、えー、と分子構造をしていて、えー、と軽くなって、だから、えー、と海の、えー、海海の上が凍っても海底は暖かくて、まあ、生物が生命が育まれたとも言われている。実はあの水の素性、えー、っていうものがあの 生き物に対して植物や生命に対してものすごく大きな影響を与えてるんじゃない,ないかって言われてるんですけどもあそういうことをですねあのいろいろいろんな水の専門家にお会いしてあのこういう展覧会を,あのを開催しました。で竹村真一さんあの来年ゴミ運地点も竹村さんとご一緒するんですけどあの文化人類学者の竹村真一さんと,、えー、と組んでですね、えー、と多くのクリエイターの本当にあの多くのクリエイターの方々と一緒に。 えー、展覧会を開催しました。えっ、ー、とその展覧水をテーマにしたいっていうそのきっかけはですね、あの牛丼一杯にどのぐらいの水が使われているか知ってますかっていうその質問から私の水のスイッチが入りました。えー、どのぐらいか想像がつきますかね。あのまあ私は二三リットルぐらいかと思ったんですけども、実は二千リットルの約水が使われていると。えっ、ー、と牛はまず大量に水を飲む動物です。それから牛が食べる えー、穀物ですねトウモロコシとかそういうものを育てるために大量の水が使われていて、えー、とそういうものを、えー、とこう換算すると、えー、実はこの牛丼一杯に2,000リットル使われている、まあ、全ての食べ物、えー、日本は食料自給率40%を切ってますね今 30, 30何ですカロリーベースですけれどもでそうすると海外の、えー、と食べ物を大量に輸入して日本の食生活は成り立っているわけですね。 です、ね、で私もこのプロジェクトで知ったんですけれどもあま全く私たちは水のことを知らないじゃあいわゆる水水のことと多くの人たちをこの展覧会によって少しでも何か考えるきっかけつおつなぎすることができないだろうかってこれもまあつなぐ、まあ、展覧会っていう場でまあつなぐっていうことでもありますね。 でこういうような、えー、環境を用意したりとかですね、えー、としました。で参加型の、えー、展示とかをしてですね、えー、この、えー、これはあのえっ、ー、と観、えー、世界っていう言葉がありますね。環境の環に世界って書きますけれども、あの人間のめ人間からしか世の中を見ていないと見えないものがあるっていうことですね。例えば虫から世の中を見るとどう 感じられているかそれはまあ最終的にはもちろん分かりませんけれども、えー、と犬とか猫動物鳥、えー、から環境をえ見たときにどう見えてるかっていうと我々がだから人間人間からしか見てないと見えないものがあるっていう、まあ、そういう世界でまた研究してらっしゃる方々がいっぱいいるわけですね。まあその水をテーマにした展覧会でいろいろなこうまあ接点を作りたいという思いで,でそういうものがえとこのまあデザインがですね NHK の E テレでデザインアっていう子どものためのやっぱりデザイン教育がこれからは絶対必要なんじゃないかっていうふうに思ってですね2011年からスタートさせたんですけれども、えー、NHK のプロデューサーの方と,、えー、と話していて、まあ、デザインの解剖などを見てくれてたんですけれどもなんか子どもたちに対してなんかこういうようなアプローチで、えー、何か えー、できないかっていうような話を2人で、まあ、するところから、えー、この企画がスタートしていろんなクリエイターの方にお声がけして、まあ、番組になったんですけれども、えー、やっぱりそのデザインと関わりのない物事が何一つないとすれば、えー、その子どもの時からよく分かんないけれどもそ,のそれこそデザインって何なんだろうっていうのを考えるきっかけこれは作った方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、思ったっていうことですね。 でその種を渡すでそれをどういうふうに育てるかは、えー、そ,の人その子供がどう育っていくか、まあ、自由なわけですけれども早く一応そのデザインという種を渡してあげてはどうだろうかという考え方でこの番組がスタートしました。でそれをまあ展覧会、まあ、テレビっていうのは目で見て耳で聞く、えー、まあもちろん正確に言うと振動も受けてるんですけど基本的には目と耳ですね。でも展展覧覧会会というののは体ごと来てくれますからそのデザイーを展覧会に したらどうだろうかって思ってですね。N. H. K. に、あの相談に上がりました。で、トゥーワントゥーワンと一緒にですね。N. H. K. の方が、イ、e、ーテレの方々と。まあ、展覧会にしたわけですね。例えば、日本の風呂敷、これ素晴らしいデザインですね。まあ、今やもう環境にも配慮できしてますね。五十通り、六十通り、何十通りにもいろんなものが。包める、で、運べる。布一枚で。で、ずっと使い続けられる。 これって今見直されるべきなんじゃないかっていうようなことであるとかですね。えー、折り紙、折り紙の折り紙素晴らしいですね。紙一枚でいろんなものが作れますとかですね。そういうものをこう子どもたちに体験していただくような場、それからこれはま番組でもやってるんですけども、ああをですね元にですね、こういろいろアイデアを出して絵に,絵に描いてもらって素晴らしい、えー、ものあの作品をですねまあ宣ですけど子どもが あの描くものっていうのはすべて素晴らしいんですけどねあのそれでもやっぱり他の人にもこれは見てもらってもいいんじゃないかっていうものを会場にこう展示させてもらったりとかしましたこれをまた見ていただくだからですから会場にいらしていただいた方に作品も作っていただいてそれも展示させていただいたりとかですねこれは展覧会中に育っていくわけですねこの植物がですね。で えー、まあ先ほども申し上げましたけれども、えっ、ー、とデザインと係りのない物事というのは何一つないっていうふうに私は思います。文字一つデザインですね。ええー、皆さんがいつも、えー、当たり前のように使われているフォント、ええー、いっぱい種類がありますけれども、あの文字をですね毎日毎日作っている人がいます。ええー、丁寧に丁寧にひらがな、特に日本語は漢字の数、ええー、ご存知のようにもう何千種類もありますから。 えっと一つの書体を作るのでもアルファベットを作るのとはもうわけが違うわけですね。で今そこでトゥワントゥワンデザインサイトでですね文字イメージグラフィック展っていうのが先日からスタートしました。えっ、ー、と今日はあのチラシとですねえっ、ー、と書体券を会場の方々にはお持ちしているのでそれをちょっとお持ち帰りいただいてぜひご覧いただきたいんですけれども。 えー、こんなななに文字が豊かな国はないわけですね、えー、漢字ひらがなカタカナそこにアルファベットが入ってきて絵文字も入ってくるとで記号文字も入ってきていろんなものがこうもう,、えー、こう混在しているで混在しているんだけれどもこんなにコミュニケーションが当たり前のように、えー、行われてるっていうのはこれはとんでもない実はことですね。 でそういう素晴らしいある意味では素晴らしいこともやっぱり自分たちでやっぱり一度気がついてもいいんじゃないかっていう思いも込めてですね、えー、あのこの、まあ、その文字イメージグラフィック展は、えー、室賀さん、えー、後藤さん加藤さんっていう3人の、えー、方々に、えー、ディレクターをお願いして展覧会を開催してますのでぜひご覧いただきたいと思います。あのーおまあ、今日ですねそ、まあ、そもそもデザインって何なんだっていう えーまあ、でも今日あの拝見するとですねあのデザインにお詳しそうなあの方も <laughs> いらっしゃるので、まあ、あの本当にあの僭越でしたけどもあの最後に伝えたいのはデザインと関わりのない物事は何一つないっていう、まあえー、ことをですね、えー、で、えー、こちらからのお話は、えー、終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました 藤先生ありがとうございました。先生の手がけたあの圧倒的なデザインではもちろんあるんですけども圧倒的なだけじゃなくてあの多くの方に寄り添う日常に溶け込むようなデザインから分類までたくさん教えていただいてデザインハイスクールの初回にふさわしいお話を伺うことができたかなと思います。ありがとうございます。 え現在 YouTube ではですね、1500名以上の方にご覧いただいております。ありがとうございます。コメントではデザインにどこから入ればいいか悩んでいましたが、どこからでも入れることができるのかもと教れて良かったですなど、あのたくさんコメントもいただいております。ありがとうございます。えー、それではですね、質疑応答の時間を少しだけあのー、会場の方からあの何か感想か質問ございましたらマイク回したいと思いますが、どなたかいらっしゃいますか。 じゃあこちらのお二人一つお一人一つでお願いできますかえっと今日は、えー、佐藤拓さんのお話を聞きに福岡から学校休んであ<し> <laughs> それはそれは責任責任がありますね <laughs> えっと僕は将来デザイナーになりたいと思っていてデザインを自分でもいろいろしてみてるんですけど、うん なんかデザインってその完成がないというかこれが正解みたいなものがない中でそのどこを自分でこれをその世に出そうとかこれ完成って決めるのかなっていうのを聞きたいんですけど深い質問ですね、あのー、1時間もらえますかねあの冗談ですけれども、あのー、とてもいい、あのー、ことに気がつかれてらっしゃるなと思いましたね。 あの完成ないんと私も思います、えー、っていうのはその後があるわけですよね。あのものであれば、えー、それは朽ちていったりとか廃棄されていったりとかリサイクルされていったりとかねその後があったりとか、えー、それからあの例えばサービスだったりそういうことのデザインだとしてもやっぱり人の価値観が変わったりとかね、えー、環境が変わったりによってそのあとテクノロジーによってこう変わったりもするので。 まあ、刻々と変化するっていうだから私も完成はないいって思いますですからある意味では、えーまあ、その時点で言ってみれば一旦区切るっていう、まあ、いろんな条件いろんな条件があってそれから、えー、社会それから人の価値観とかと照らし合わせて、えー、この辺なんじゃないだろうかっていうことを見極めるまあ見極めるその、えー、力が あのやはりあのプロの,あのデザイナーにはあの求められているのではないかと思いますね。ただあの本当にあのおっしゃる通りあり簡単ではなくて完、えー、完全に、えー、完璧とといいうことは、えー、ないわけです,ですから多くの人の意見を聞いてそれから依頼者依頼者のね今クライアントっていう言い方をしますけどもクライアントの方々のいろんなポジションの方の意見を聞いたりとかしながら。 その、えー、その辺のこう。えー、まあ、最終的に決定することを決めていく。そのえー、まあ、それはだから、本当にあの、えー、もう微妙なさじ加減をするようなところがありますね。で、それがやっぱりできないとすると、あのやはりデザインとしてはえイマイチな場合もあって。 もしくは残らないで世の中から消えていってしまうまあ、残すべきものなのに残らなかったりとかっていうことが起きると思うんですけどまあデザインというのはやりたいことをやることではなくてやるべきことをやることっていうことですねであのやりたいことをやるとすれば、えー、と自分でお金を準備して作品を作ればもちろんやりたいことはできるやればいいと思うんですけどねデザインというのはやるべきことをやることなのでそこをこうまさに その時点でそのいろんないろんな条件の,、えー、そのいろんな条件がこう集まってるところをこうつまんで一つの点にして見極めるって言いますかねそれを見極めるっていうかなんかそういうような感覚があり,ありますね。えとあの今日実はあの 美味しいし牛乳を買ってきましてちょっとこれにサインをしていただきたいんですけど <laughs> いやいやいやもう本当にそんなものねそういうものにね恥ずかししいいでですすねおお邪魔じゃなければ後願まあの正直ねあのその話からあのちょっと思い返すとあのデザインを決定してね例えばそういう大量生産品なんかの場合は。 お店に並ぶまでに、デザインを決定してから、何ヶ月もかかるんですよ。で、全国一斉に置かれるじゃないですか。そうすると、もうね、えー、ものすごい数で。すごく時間がかかるので、まあ、入稿するじゃないですか。それで、何ヶ月も経って、お店で見た時に。正直なところ。もうちょっと、こうしとけばよかったかなっていう時もあるんですよ。あの、いつもじゃないです。いつもだとまずいんですけれども。あの、正直ね。 そうかこういうふうに置かれることもあるかとかだから次の次の,あのデザインには終わり完成がないのでね必ず必ずこうあの、えー、少しずつ手直しをすることっていうのがとあるので次の段階でそれをまたね取り入れたりとかねそういうことも実はあ,のあるわけですね。ですから長いこと一緒にこう、えー、ものを生み出すだけじゃなくて育てる育てるところまで 結構いくつもあのお仕事しているので生み出す時とそれから育てる時とまたデザイナーとしてやるべきことも変わっていったりしますねでも育てるところまでご一緒できるっていうのは本当にあの嬉しいことですよねなんか本当にあの子供が生まれてこう育っていくのをずっとこうあんまり手を入れちゃいけないんですかね <laughs> こ子供にねあの放って本当にねあの 人間の子供の場合はね、放っておくことも大切かもしれないんですけど。商品の場合は自分で何とかできないので <laughs>。あの、手を入れないといけないっていう。またこの話で三十分ぐらい経っちゃいそうですね。<laughs> はい、そろそろ。はい、ありがとうございます。コメント欄の方も結構盛り上がっていらっしゃいますね。<laughs> ありがとうございます。そうですね。じゃあ、ちょっと場が温まってきたところではあるんですけども、ちょっとお時間の方が迫ってきておりますので。もう一方どうしましょう。あの配信後、まあ、以下あ。僕は全然個人的に。でも。 あじゃあ後でじゃあ後で <laughs> はいすみませんちょっと一旦じゃあ配信の方切らせていただこうと思いますそれではですね、えー、質疑の時間終了としたいと思います皆さんありがとうございました。 えー、最後にお知らせで本日学びを深める場所としてスクリーンラボというバーチャルの空間を用意しております。オンラインのホワイトボードアプリの「ミロを使って気がついたことやメモを共有したり展開できる場所です。URL は、えー、YouTube の概要欄に記載しているので覗いてみてください。 なお、えー、先ほど先生からご案内のあった企画展文字イメージグラフィック展については、えー、もう現在開催中で2024年の3月の10日日曜日まで、えー、会場は2121 21デザインサイトギャラリー1と2にて開催しておりますのでぜひ足を運んでみてください。 それでは、あっという間の時間ではありましたが、佐藤拓先生の講義プログラム、「そもそもデザインって何だろう?」を終了とさせていただきます。佐藤先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。どうも。ありがとうございました。それでは、配信の方も終了となります。ありがとうございました。